はい、また一冊の本をご紹介したいと思います。加藤博之さんという方が書かれた、行列のできる、保険代理店の作り方という本ですね。副題がついてまして、保険ビジネス成功の鍵は集客力と、こういう本です。で、ちょっと前ですね、2009年1月に発行された本で、私もその頃に読ませていただいたんですけれども、加藤さんですね、加藤、京都で保険代理店を経営されている加藤さんです。実は私個人的にですね、加藤さん、若い頃ですね、私、加藤さんと同じ損害保険会社で同じフロアでですね、仕事をしていたことがありまして、その頃の加藤さんの、お仕事されている様子とかですね、拝見してたんですけれども、その、加藤さんですね、が、その後、独立して、保険代理店ですね、損害保険、生命保険代理店をされて、その後、現在はですね、もう、日本有数のですね、損害保険代理店経営者と、全国の保険代理店の店主の方からですね、尊敬されるような素晴らしい経営者になっておられるということで、特にですね、もともとですね、本当にいろんなことにトライを真面目にされる方だなというふうに思っていたんですけれども、インターネットを活用した営業ですよね。それでも一気に日の目を浴び、もう大きく、事業を大きくされたということで、その加藤さんが本を出されるということで、たまたま私、書店で見つけましてね、おおということで、読ませていただいたんです。で、それで、集客に関しましてね、基本的なところが書かれているってですね、大いに参考にさせていただいたんですけれども、中にですね、インターネットで利益率が高いビジネスっていうのは、その場で注文して買えるような商品ではなくて、必ず資料請求とかですね、見積もり請求の後に、その電話や訪問でフォローする2ステップビジネスなんですよと、そんなようなことを書いてましてですね。で、ネットプラスアナログの営業というようなことなんだろうと思うんですけれどもね。私ども、社会保険労務士事務所もおそらく同じようなことなんだろうなと、私どもで行っています、中小企業経営者様向けのですね、社会保険料節減支援とかですね、あるいは、シニアの60歳以上の役員様向けのですね、支給停止になっている老齢厚生年金が役員報酬最適化と言いまして、役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えたら、年金が支給停止にならなくて受け取ることができるようになりますよと、こういう情報をお伝えしてるんですけども、ネットなんかでですね、それをお伝えしてですね、そうですか、じゃあお願いしますというようなことにはなかなかならないような類のサービスを行っているものですから。この損害保険、生命保険とですね、同じような、タイプの、業種なんだろうなと思うんですよね。で、そういうことで、ネットプラスアルファで、ネットプラスアナログで考えれば、なんとかその私どものですね、サービスを広く、中小企業経営者の皆様方にお伝えすることができるんじゃないかと。いうようなことで、勇気をいただいている本の、一つであります。今日はそういう本をご紹介いたします。